はい、今日はね、サブチャンネルなんですけども、ゆいが今寝てるので一人で料理していきたいと思います。で、髪の毛もすべてまとめさせてもらって、マスクしてます。手も洗いました。で、今日作っていくのがね、よくね、私ランちゃんって料理できるんですかみたいに言われるんですけどね、あんまりできません。でもね、作れ言われたら多分作れるんですけど、自ら作ろうとは思わなくて、自炊はほとんどゆいがしてるんですけど、さっきゆいが肉じゃが食べたいって言ってたんで、しゃ作ったろうということで、今日は肉じゃがを作っていきたいと思います。じゃあまず用意するのはですね、こんにゃくとじゃがいも、人参、玉ねぎとお肉です。で、あとお肉と玉ねぎを炒める時のサラダ油とお砂糖と醤油とみりんと本だしです。はい、多分なんか足りひんかもしれへん、なんか足りひんかもしれへん、でも多分何やかん作れるでしょう。では作っていきたいと思います。まず肉じゃが、じゃがいも見ていきます。じゃ、マスクしたらさ、しんどそうに見えるような、でもしんどくないよ全然。ママに電話でな、今日は肉じゃが作んねんって言ったら、あ、そうなんて、持っていこうかって、あ、大丈夫もう寝るって、まあ、逃げられまして、美味しいんやけどもきっと。じゃがいもってどうやって切るん、こんな感じやろ、こんな感じやんな、さ、ゆいがさ、ピクニックのさ、ドッキリをしてくれたやん、それのお返しで、まあ、今こういうことしてるんやけども、今思ったら1年前とかに一回さ、肉じゃが作ってドッキリしたよね多分。ごめん、ほんまに肉じゃがしか作られへん女みたいやん、辛いねんけど。いいよな料理できる人って、羨ましい。できました。じゃあまず玉ねぎとお肉を温めていきたいと思います。はい、まずお肉を温めていきます。やばい、めっちゃ難しい、取りながら。で、玉ねぎを一つにきつね色になるまで炒めていきます。ちょっと具だくさんかもしれへん、いけそう。冗談、みんなごめんなさい、立てといたらええ話じゃねんけども、ちょっと今必死でやっておりまして。これ大丈夫そう？いい感じ、多分きっと喜んでくれるでしょう。今日さ、ちょっと暇やったからね、昔のね、ブログを見てたんですよ。昔すぎひんけど、このラントキらへんのクローズブログを見てて、あ、いつかこれよりでっかいステージに立ちたいみたいな書いてるブログがあって、その2年後かなには、今こうやって応援してくれてる人が増えて、関西コレクション歩けてるって思ってなかったなって思って、すごいことですよね。いつもありがとうございます。その時にまだ少ないファンの中で
こうコメントとかしてくれる子がいてて、20人ぐらい。でその子たちがまだ何人か何のことを好きって言ってくれてて、え、待って、もう 2,3 年になるってすごくないですか？大事ですよね。もういいかな、これ。もう分からなってきた。ちょっと強火で最後炒めます。色が変わってきたのでじゃがいも投入、人参も投入。無理やねんけど、何大丈夫ほんまに。運転するときもさ、結構うるさいけど、料理するときもめちゃめちゃうるさいタイプで、めっちゃ喋ってまう。ほんまにいける？大丈夫？これあくまで乱流やからね。乱流ね。そうそうそう。そういうこと。大丈夫？うそ、いける？いい感じじゃん。まだボコボコやけどさ。その後に水を入れて炊いていきます。水は野菜が浸るぐらいまで、これぐらいやります。 2,30 分待ちます。完成。あとは 2,30 分茹でてゆいに食べてもらいます。はい、ということで今日は肉じゃがデイになります。ゆいは喜んでくれるのかっていうのを撮ろうと思ったんですけども、ちょっとサブちゃん上がるのが遅くなりそうなので、反応は私のインスタのストーリーやツイッターのサブちゃんに、ツイッターのサブアカに載っけたいと思います。まあ、多分美味しいって言うんですけど、はい、そんな感じです。肉じゃがしか作れないですけども、その肉じゃがをいっぱいいっぱい美味しく美味しく作りました。じゃあねー。